ここはどこだ。ここはどこだ。なんだろう。行ってみよう。ちょっと行こう。開かない。開かないし。開かない。こっちの部屋な。開かない。開かない。閉じ込められたみたいな。なんだ。スライド。久しぶりだな、小僧ども。ああ、青に来る。誰なれしく呼ぶんじゃない。君たち、今の状況が分かっていないようだな。君たちは、その部屋に閉じ込められたのだ。俺様にな。出してほしいか。お前たちは俺様のなぞなぞに一つ答えるごとに何だ今の声は誰だ。え俺様のなぞなぞに答えることができれば、おっさん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 、正解すれば一つドアを開けてやる。さあ、何個目で脱出することができるかな。ノーゾンゲーム。では、謎謎を始めるぞ。はいはい。第1問。なんだっけ。何秒あったなんだったかちょっと忘れたな。なあ、まあいいや、適当に言うぞ。空で座っているものってなんだ。難しいぞ、今日の問題は。クマ全くわからないのか。え、よーい、ノー、やだろ。ヒントを教えてやろう。しかしヒントは一つだ。わかったな。ノー、二つ。一問につき一つまでだ。はい、ヒントは夜だ。夜の空に座っているんだ。月？マジかよ。夜の夜にだけ見えるんだぞ。夜だけ、夜の空にだけ見ることができる。星か。それで座っていると言ったんです。違う、星でしょ。ピーン言うと思いました。違う。ピーン違う。ピーン座り方。何そのまま言うの。なんかおっさんみたいに思いました。おっさんやで。言ってたらあかんやろ。座り方の名前を言うの。座り方の名前なんか言いました。え、おっさんおれへん。たけるちゃんなんかこのお土産に買った刀でさ遊んどるから全然集中しない。何やねん。ほら、俺が勝った。青鬼にバカにされとる。オーノー。座り方や、座り方。いろんな座り方あるやろ。順番に言ってみ。それなんていう座り方。えー、なんだろ。わかんない。お母さん座り。これお母さん座り。それはそれ渡る。渡る、それは。それはお母さん座り。違う。なんていうこの座り方。おじいちゃん座り。お母さん無理や。青に無理やって。この座り方。一つもドアを開けずにこのドアが壊れると思っているのか。この座り方の名前を知らんねんから。座り方って他に空にあるものと星が近いんだよ。星。星がたくさん集まってできるものだよ。あ、わかった。はい。なんか、流れ星のことか。
座り方の名前じゃないな。何かな。もう正座したくよ、お前はそこで。これ正座？これ赤ちゃん。今完全におっさんが言ったよな。違うやんな。お父さん言ってない。言ってないってほら気づいてないもん。いや完全に言った。いや気づいてない。違う、おっさん言ってない。気づいてないか。はい、次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 の問題。マスト的な感じで言いませんでした。さあ、どっかが開いたはずやぞ。行く、探しに行こう。開いてないな。開いてない。こっちは？こっちは？開いた。開いた、開いた。洗面所、トイレ、お風呂。開いたけど何もないぞ。ここは外れてる。外れるか。そこはまだ閉まっとる。おい、一つ開いたぞ。また来た。また電話かけ直して。はい。あ、思い出した。なんでおっさんが出てんだよ。あか、開いたけど意味ないやん、そこ。誰も出口が。はい、次。はい、次の問題いって、言ってください。しょうがないなぁ。さあ、次はどっちだっけな。問題です。安心するデザートってなんだ？アイスクリーム。安心するんやって。ケーキ？え？ケーキ？ケーキ。違う違う、お父さんを見てもしょうがないで。何ケーキかやな。チーズケーキ。違う、そのむ。チョコケーキ。違う、むやみやたらに言ったらいいってもんじゃないって。安心、安心することを別の言い方で。おい、さっきから喋りすぎだよ、お父さんよ。他に？安心するっていう、まあもうちょっとフランクな言い方が。するなぁ。ふっとするなぁ。あー惜しいなぁ。惜しいなぁ。え、なんかするって言うやろ。おっさんだけを閉じ込めたい。ふっとするって言うやろ。え、ふっとする、安心すること。あー危なかった。あーとしたーって。はーっとした。はーっとしたじゃないな、惜しいな。ハート風が出たけどな。ハート風が出たけど、他は？プーです、プーです。答えはプーです。答えはプー。答えはプー。安心することをなんて言う？グッとするって。いやもうグンない。もうわかるやんけ。ここまで来てわからへんか。安心することをみんななんて言う？ハッとするか、どうする？はあ、疲れたな。違うわ、それ疲れた時に言うだけやっけ。安心した時に、はあ、はあ、プッとするな。プッとするなんか言わへんやろ。じゃあもうケーキで考えよう。ケーキで何か言ったら。お前うざけんなよ。ケーキで考えよう。ケーキで。ケーキ、うん、どんなケーキがある？ハートケーキ、プリントケーキだな。他に何がある？いや、知らんか？はい。蜂蜜かけて食べるやつ。え？蜂蜜かけて、あ、パンケーキ。あかんわ、お母さん。え、は、パンケーキになってまうわ。え、蜂蜜？いません。え、蜂蜜？パンケーキ。パンケーキ。言い方を変えて。パンケーキ。もう、ギブアップかな？ヒントをあげてよ、ヒント。これ以上ないだろうか。ない、ちょうだい。ヒント。まさかヒントあれ大まくってんだろうかい。ヒントはもう出し尽くした感じやな。これでわからんかったらもうどうしようもないな。ヒントお願い、ヒント。パンケーキみたいなやつを他になんて言うよ、あの形のやつを。丸丸だな。なんやねん。パンって聞いたことない？え、パンは丸、うん、フットケーキって聞いたことない？フットケーキ。今まで言いましたかね。いや、フットケーキ言うとね。え、フットケーキって聞いたことない？え、フットケーキ。違う
違う違う、甘い蜂蜜とバターつけて食べるやつ、丸いやつ、ほら丸いやつ丸くてさ、2段とか重なっててさ、パンケーキやけど別の言い方でバターと蜂蜜つけて食べるやつ、ナイフとフォークでパンこれで終わりか。どうしたらいい、もう潰れるで、これ企画が潰れるわ。さあ、おい、ヒントくれ。もうヒント出していいだろ。お前一回一回、あと一回だけヒントくれ。サマラは家でお母さんにそれを作れ作れとこねたことがあるんじゃないのかい。いるよ。このケーキやん、あったケーキを作れ作れ言うとったやろ、ずっとパンケーキ。ふざけてる、言い方を変えてくれって。ホットケーキ。お、僕言ってみ、ホットケーキ。やった安心することなんて言うの。え、分かってねえのかい。安心することなんて言うの。分かんない。マジかよ。ホッとするって言うやろ。はぁ、ホッとしたって言わへん。はぁ、ホッとした。あ、言わへんらしいわ、これ。はぁ、ホッとした。うん。君たちは特殊な人間だ。そうや、だいぶ特殊やん。ホッとした。次、どっか開いたはずやぞ。行くぞ。どっか開いたはずだ。こっちは玄関は開いてないか。玄関開いてない。開いてない。ほんなら、あとその部屋、その部屋だけ、その部屋は開いて、あ、開いた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 。部屋が開いたぞ。ないかい。この部屋開いたぞ。何も、あとはもう何もないな。一体何なんだこの部屋。ここは。あ、開かへん。開かへんな。さあ、どうしたらいいんだ。じゃあまた開いて。かかってくるんちゃうか。なかなかかかってこへん。もしもし。ようやくそこまでたどり着いたようだな。お前たちにもうちょっと早くたどり着くことはできないのか。知らない。知らない。じゃあ次はすぐに答えることを期待しているぞ。無理だろうな。じゃあ問題です。いつのカモのことを恨んでいるように聞こえる鳥はなんだ。カラス。なんて。カラス。え、カラス。そんなわけないじゃん。なんて、問題がよく聞こえへんかった。いつもカモのことを恨んでいるように聞こえる鳥はなんだ。カモを恨んでいるように聞こえる鳥。カモメ。あ、普通に言うたらほんまにそれやったって言うな。カモメって。わかった。答えなんでしょう。カモ。あ、待って、まだわからへんわ。カモメ。セーフやで、セーフ。お母さんセーフやで、まだ。カモンベ。あれでセーフ。え、答えは何？たけるちゃん、答えは？カモンベ。ん？カモンベって何？カモンベ。カモンベやって。わたるは？カモンベ。カモンベ。カモンベ。なんだそれは。カモンベってなんだ。え？パンダのことやって。違う。私何？カモメ。カモ。え？カモ？動物で言ったら何？カモメ。何？え？クマ。クマって。違う。じゃあ何は？鳥？鳥？カモ。カモやって。それカモやん、ただの。カモを恨んでるんだよ。いや、カモメ言うたよ。もうそれがお父さん答え言っても、答え言うてもたよ。カモメ怒る。カモメ。もう帰っていいです
か。家で帰って。帰っていいね。さよなら。じゃあ、ご飯食べようか。おい。結局答えわからないんですか？答えわからへんな、ほんまに。答え。うん、カモメ。カモ。カモ、あの白いやつやろ。え、カモメ。カモってさ、あの白いやつやろ。白くない。カモは白くない。え？グレー？ん？茶色と緑と黒とかそんなんやな。あー、そう。白っぽくはない。え、じゃあ白のやつか。答えはカモじゃねえんだよ。うん。白のやつの名前はなんて言う？何やねん、こっち見るなって。鳥？うん、鳥の名前。あの白いやつ、どこにおる？え？水たまりのところ。マジかよ。あ、海か、海か。海？それの名前は？お魚とか。お魚？いや、それではない。え、海におるあの白い鳥はなんていう？お前たちは何だよ。ちょっと青鬼、難しすぎるわ。いや、難しくないだろ。完全にもう答え言ってるしな。っていうかな、僕な、うん、もうな、うん、あのな、白い鳥のな、名前な、忘れた。忘れた。お父さんがさっき言ったカモメで、さっき言った。言うとるやん。え、カモ、カモメを反対にしたらどうなるやん。反対にせんで、そのまま言ったらいい。え、カモメ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 や。気づいたぞ、お母さん。カモメ、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 カモメ。はい、正解。もう帰ります。じゃあ一つドア開けといたから、もう疲れ果てたから、バイバイ。よし、じゃあドア開いたよ。はい、バイバイ。オーニーが負けたみたいだぞ。